はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。じゃあ今日はね、バズフィードさんの診断実況をやっていくぜ。診断。あなたの心は何歳？自分好みの遊園地を作ってみて、問題は全部で7問やっていきます。よろしくお願いします。あなたの遊園地のテーマは、おとぎ話？宇宙？ホラー？サーカス？あ、まだあるのか。西部劇、海の中、もう遊園地のテーマって言ったらアトラクションだろう。そんなもんねえか。まあ、メルヘンチックなね、雰囲気いいっすよね。おとぎ話。あら。え、遊園地の目玉は何？世界一高い入園料とか目玉じゃねえじゃん。世界一怖いお化け屋敷。ま、遊園地の目玉って言ったら、ま、やっぱり、乗り物っていうか、そのアトラクション系であるべきですよね。その入園料が高いなんて目玉でもなんでもないし、食事がうまいってのはいいけど、遊園地の目玉というには違和感があると。世界一怖いお化け屋敷か世界一高いジェットコースターだけど、怖いかどうかは個人差がある。もう価値観だからそれは。まあ、ジェットコースターですよね。で、世界一高いジェットコースターってもう数字で、もう事実ですからこれはもう。理屈っぽいな、靴紐は。そういうところかな。レディーからお前、煙たがられるんだぞ。自覚した方がいいんじゃないのか。どのジェットコースターを取り入れる？いやー、ちょっとよくわかんねえな。色が違うだけじゃないですか。また全体はね、あ、でも、右上はこれ木造ですかね。これちょっと面白いね。あ、でも木造だと、なんか違うの、乗り心地とか知らんけど。まあ。そうね。この左上のね、黄色と赤いやつ、こう、比較的狭い空間の中でね、急激なカーブがあって、こう、G でね、遠心力でぶっ飛ばされそうな感じがいいよね。面白そう。すごく楽しそう。やっぱりこう、このスピード感、あと横にかかる G。これジェットコースターのこれ醍醐味ですよね。ほい。あ、絶対に外せないアトラクションは、ウォータースライダー、フリーフォール。空中ブランコ観覧車。メリーゴーランドコーヒーカップ。そうね。絶対に外せない。まだ遊園地に、来られる方、まあ、デートで来られる方とかね、やっぱ多いと思うんですよね。やっぱり観覧車っていうのは、まあ、ロマンチックでいいですよね。まあ、恋愛マスターのね、前から寄せていただいて、やっぱりね、観覧車はね、いいぞ。観覧車はいいぞ。そう。観覧車の思い出がねえよ。何が恋愛マスターで。はい、推しフードは何にする？ちまき。遊園地だ、ちまき？ホットドッグ、これだろ。七面鳥。あ、チリスープ。ナチョス。何それ？ハンバーガー。あれ、これちょっとこう、まあ、ジャンクフードってのかな？ファーストフード的なね。こういうのがいいよね。推しフード。まあ、ワイのイメージではやっぱりこう、ホットドッグね。美味しそうですね。推しスウィーツを選んで、スウィーツですね。何笑ってんだ、くすいも。リンゴ飴、ソフトクリーム。何？ファネルケーキ。チュロス。やっぱりワイ YouTuber なんでね。こう、リンゴ飴とかね。やっぱり作ってらっしゃる方が多くいらっしゃるんでね。どうしてもこれ目惹かれちゃいましたね、今。この、いちご飴、リンゴ飴、ぶどう飴？作ってる方多いっすよね。リンゴ飴。ゲームの景品は何にする？
熊のぬいぐるみ、虎のぬいぐるみ、パンダのぬいぐるみ、犬のぬいぐるみ、象のぬいぐるみ、犬の風船。なんか、一人仲間外れがいるな。まあ、ゲームの景品だろ？やっぱりここはね、コストダウンですよ、コストダウン。うん。犬の風船。ビジネスですから。あなたの心は6歳。なんでね、心の中では無邪気な子供のまま。あ、とっても素敵な性格の持ち主で、どんなことでも興味津々です。なんかすげえフォローだな。子犬やアイスクリーム、ディズニーの映画なんかも大好き、その心忘れないでね。ということでね、ワイは6歳でございます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。